ちゃんと守ってやっから心配すんな。やあ、ブラド、お前はいつ家を出た？14。いや、春だからまだ13だ。田舎じゃそんなもんだな。母ちゃんはどう言ってた？反対はされなかった。それくらいで村を出るのは普通だったからな。ああ、なんだ。2000ギルくれたんだ。新生活にはそれくらい必要だとか言って。ロードの話と同じじゃねえか。俺は断った。軍に直行だったから必要なかった。お前が2000にこだわる謎が解けたぞ。マルク、やっ頼む。くらっ、合わせる力を貸そう。仕留める。やるぞ。そしているのかもな。いるんだよ。でも俺はそうはならねえって心に決めてるんだ。マリンの独立心を尊重してやりて。笑ったな、鼻で笑い飛ばしたな。俺には無理だとか思ってんだろ。まあな。そうなんだよ。心に決めては見たものの全然できる気がしねえ。マリン、マリンってしがみついて邪魔する気がする。マリン、見た。よし、覚悟はいいか。逃がせ。やるぞ。まあいい。
バレット、マリンが家を出るにしてもまだずっと先だ。だよな、そうだよな。そうそう、想像、ただの想像。まだまだ先の話だ。多分。ほい。
どうしてここに？ちょっと疲れてるか？ここまで遠かっただろう。あれ？あなたたちは？あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺家出中なんで。ディラン？お客さんなの？クレア、出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。たくしゃねえな。これはあんたに預ける。え、こんなに？どうしてもって言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。
親になれば気持ちが変わる。多分な。親になれば。わかりました。ディラン、ここにいたのか。トビ、遅くなってすみません。アバランチの皆さんですよね。ロドナーさんから話は聞きました。アバランチ、まさかあの魔光炉爆破を成功させた。そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。ディランの件は一応解決したんですかね。おう、バッチリだ。ということでしたら、早速僕の話も聞いていただけると助かります。どうぞ中へ。